菊池良介は、東京都東山都市出身のプロ野球選手。宇と右内、ち。広島東洋カープ所属。愛称は、菊、忍者。二類種としていずれも NPB 記録であるシーズン535補殺、シーズン守備率10割を記録し、8年連続でゴールデングラブ賞を受賞。中学生時代まで、東山都市で暮らした後に、長野県塩尻市にある、 武蔵工業大学第二高等学校へ進学。在学中のポジションは三類種だったが、春夏ともに全国大会へ出場できなかった。高校卒業後に東海地区大学野球連盟岐阜学生リーグに所属する中京学院大学へ進学。一年次の春からリーグ戦に出場するとベストナインに5回選ばれるなど、リーグ屈指の遊撃手として活躍した。 二年時に三冠王にも輝く一方で、チームが9回の時点でリードを保っている局面では、投手として登板していた。2011年10月27日に行われた、プロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから二巡目、指名を受けて、契約金7000万円、年俸1000万円で契約。なお、指名の直後には、自身と同じ内野手出身で、当時の一軍監督。 野村健次郎が現役時代に着用していた背番号7を希望していたが入団後に与えられた背番号は33であった。2012年は公式戦の開幕を2軍で迎えたが瞬速コー打が首脳陣に評価されたことから6月30日の対横浜 DNA ベイスターズ戦後回裏に代打で1軍デビュー。7月に 東で明広氏が怪我で戦線を離脱すると以降は二類手種として出場し東での穴を埋める活躍を見せた。2013年には一軍公式戦の開幕から二類手種のレギュラーに定着。141試合の出場で打率。247、11本塁打を記録した。その一方でセントラルリーグ1位の50ギガを記録したことで2001年に 東出が達成したチームのシーズン記録も上回った。守備面では二類種としてリーグサイ多の18失策を喫したが、9月26日の対中日ドラゴンズ戦でシーズン497個目の補い札を記録。この時点で日本野球機構の一軍公式戦における二類種としての最多補札記録を達成すると、レギュラーシーズンが終了するまでに記録を528。 補殺まで伸ばした。オフの11月に台湾で開催れた2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。打席での菊池2014年は二類種として1、軍公式戦全144試合に出場。6月に開催された18試合すべてで安打を放つなど打撃面でも飛躍を遂げ、リーグトップの39二類だ。 二年連続の十一、本塁打を放ったほか、打率、325、188安打という成績を収めた。シーズン188安打は、島敦信が2004年にマークした、球団記録の189安打に、あと一本まで迫る、球団歴代2位の高記録であった。また、二十試合連続安打を一シーズンに二度記録した。 NPB の一軍公式戦でこの記録を達成したのは平井正明、一郎に次いで3人目。また、前年に自身で達成した二類種としてのシーズン補殺数の日本記録を535にまで更新した。オフの11月に開催された日米野球の日本代表に選出された。この強化試合では日本代表のせい二類種として打率。381を記録。 2015年はシーズン開幕前の3月に開催されたグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表に選出された。第1戦に2番二類種としてスタメンに起用されたほか翌11日の第2戦にも途中から出場した。シーズンでは2年連続で1軍公式戦全試合に出場。打撃面では打率254。 8本類三32打点で2013年のレギュラー定着後最低の成績に終わった。なお、11月開催の第1回 WBSC プレミア12の日本代表には候補には選出されたが最終発表で外れた。2016年はシーズン開幕前の2月15日にサムライジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。 シーズンでは一軍公式戦の開幕後は12試合連続安打を放つほど打撃面で好調だった。しかし4月8日に体調不良から高熱を発すると当日の対阪神タイガー,アース戦へのベンチ入りを見合わせた。この措置によって2013年6月27日の対巨人戦から続いていた一軍公式戦への出場が378試合目で途切れた。 その後も7月2日の守備で左肩を打撲、9月8日の守備ではファウルフライを追ってフェンスに激突し右膝を打撲するなどアクシデントにも見舞われたが141試合に出場し自身初の打撃タイトルである最多安打を獲得した。同一シーズンで安打数とギ打数のリーグ1位を記録するのは NPB 史上初である。オフの10月18日に サムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合の日本代表に選出された。2017年はシーズン開幕前の3月に開催入れた第4回ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では日本が敗退する準決勝まで大会の全試合に出場した。2次ラウンドのオランダ戦では ザンダー・ボガーツの打球を候補しオランダ代表のベンチにいたアンドレルトン・シモンズが思わず拍手するシーンもあった。準決戦のアメリカ合衆国戦では自身の失策がきっかけで先制点を許したが6回にネイト・ジョーンズから一時同点となるソロホームランを放った。2017年11月25日友情パレードにてシーズンでは WBC からの疲労とチーム方針で 定期的にストメンを外される試合もあり、特に夏場以降調子をやや崩し前年と比べ打率を落としたが、チーム最多のギダスート攻守で、チームの連覇に貢献した。11月17日には、自身初のベストナインを受賞した。2018年は、シーズン通して打率は上がらず、下位打線に打順を下げられた試合もあった。規定打席に到達した打者の中では、 打率再開である。しかし、クライマックスシリーズファイナルステージ出場時は打率。200ながらも、第2戦に、値千金の勝ち越し3点ホームランを放ち、ファイナルステージ MVP を獲得した。2019年は138試合の出場で打率。261、13本塁打、48打点、14、盗塁、28ギダだった。 オフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の日本代表に選出された。また、ベストナインを受賞した。そして、11月8日にポスティングによるメジャー挑戦が発表されたが、12月27日に記者会見を開き、広島に残留することを表明した。また、年俸3億円プラス出来高の4年契約を結んだ。 2020年は開幕こそ19打席連続無安打と不振に陥ったが20打席目に中前打を放つとその日は本塁打を含む猛打賞を記録し最終的には打率27110本塁打と5年連続で2桁本塁打を記録した。守備面では2類一種として史上初となるシーズン守備率10割を達成しセリーグ記録となる 守備機会連続無失策503を記録した。オフには、西武ライオンズの辻初彦の7年連続を超えて、二類主部門では NPB 史上初となる8年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。脱席での菊池小柄で守備が最大の売りでありながら、思い切りの良いスイングで、長打力も兼ね備える選手である。あまり右打者には有利ではない松田スタジアムを本拠地としながらも、 プロ入り後9年中7年、そして2016年から2020年まで5年連続で2桁本塁打を記録している。大学時代には公式戦83試合で10本塁打を記録したが、プロ入り後は長打狙いの打撃をやめ、50メートル走5秒9の瞬速を生かしたアベレージヒッターを目指している。セーフティーバントを得意とする一方、予想外の場面で本塁打を放つ。 意外性もあり、かつて広島で指揮を取った野村健次郎からは、菊池はよくわからんと評されている。打順に関しては2016年から2017年にかけて田中博介、菊池、丸加工がそれぞれ1番、2番、3番を務める田中久丸のトリオで知られていたが、2018年シーズンでは自身が2番を外れることもあった。2番打者として、 バントや右打ちに優れたつなぎ役である一方、2016年には、最多安打と、最多ギダを同時に受賞するなど、自ら安打でチャンスを広げるチャンスメーカーになれる、能力も持つ。特にギダに関しては、2020年シーズン終了時で、シーズン最多ギダ7回、6年連続シーズン最多ギダの、日本プロ野球記録を樹立している。大学時代は、 遊劇手であり、12球団のスカウトからは、守りでプロの飯が食えると評されていた。広島入団後は、当時の聖二類手であった、東で明弘の故障離脱をきっかけに二類手に、コンバートされた。宮本信也からは、彼の守備範囲の広さはすごい。と称賛されているが、野村健次郎は、人が追いつけない打球に追いつき、エラーにされてしまうと話している。 地型が強く、大学政治で、遠投117メートル。2014年の日米野球では、第一戦で、ベン・ザ・ブリストが放ったヒット性の当たりを候補した、ことから、MLB 公式サイトのトップページで、離れ技を見せた。素晴らしい、すごい守備だと紹介された。第三戦では、2度にわたる、ファインプレーで、日本代表投手陣の系統による、ノーヒットノーランをアシスト。 第6戦では、ホセ・アルトゥーベが放った、ショートバウンドの打球が高く跳ねたところで補給すると、斜め後ろ方向へのグラブトスでアウトを奪った。このプレイについて、MLB 公式サイトでは、すべてのグラブトスの理想像を、ヒロという表現で、再び三次を掲載した。2017年の WBC では、3月12日2次ラウンドのオランダ戦の7回、 ザンダー・ボガーツの入管への鋭い打球を逆シングルでダイビングキャッチすると即座に体の反動を使って二塁カバーの坂本隼人にダイビングの状態でバックハンドのグラブトス。一塁走者を封殺したスーパープレイは相手のオランダの選手が拍手をするほどで世界でも絶賛された。インターネットを通じて全世界で放映する m l b t の実況は ゴッドハンド、インセカンドと絶叫。海外から魔法使いと称された。2016、2017年と、デルタ社の野手の守備における貢献度を測る1.02フィールディングアワーズのセカンド部門で2年連続で12、球団トップに選出されたが、2017年は、ゴロの処理範囲による得点は、マイナスに転じている。 二遊間の打球に強く十二塁間の打球に弱い傾向があり、2017年は早い打球への弱さがはっきりと現れており、全体的なアウトを取れた割合は低下している。平均的な同ポジションの選手と比べどれだけの失点を防いだかを表すアルティメットゾーンレーティングの守備範囲評価では、2017年は平均以下に転落している。 2018年も3年連続で2類種部門のアワードに選出されたが、ゴロ処理貢献は12球団平均レベルであり、加齢による肉体の衰えがあると推測されている。それに対し1位の座を維持できている理由としては、失策抑止、閉殺管制といった守備範囲以外の能力が優れていることが挙げられており、打球を確実に処理し閉殺を多く奪うタイプに変貌していると評価されている。 2016年、2017年、2018年に、規定の守備イニングに到達した二類種の中で、両、リーグベストのザーを記録している。2013年から2020年にかけて、二類種として、史上最多となる8年連続で、ゴールデングラブ賞を受賞している。受賞8度も、辻初彦に並ぶ二類で対記録である。 2020年10月15日の対読売ジャイアンツ21回戦で二類種のシーズン連続守備機械無失策をセリーグ新記録の434に更新した。またこの年、二類種としては史上初となるシーズン守備率10割を達成し、連続守備機械無失策も503まで伸ばした。菊池のスライディング二千十四年四月十四日の東京ヤクルトスワローズ戦では、 打者の丸加工が放った三塁フェンス際のファールフライで一塁から二塁へのタッチアップを成功させた。大学時代は岐阜県中津川市にあるベンガス800パチンコ店でアルバイトをしていた。2015年シーズン終了後に背番号変更を打診されたが、同郷の先輩で広島の背番号を33の先輩でもある江藤里氏を尊敬していることからこれをこじ。 障害者番号を33で通すことを宣言した。2020年3月、当時20代後半のキャビンアテンダントと2019年10月頃に極秘入籍していたことが判明。球団関係者によると交際は1年ほどで2019年の夏頃に妊娠が分かり入籍に至ったとされる。ありがとうございます。